それをご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。その弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。よっよっ。ピッコロ、おめえ天下一武道会の後何してたんだ。そんなことを聞いてどうする。倒せんぞ。やっほー。なんか嫌がんな。さっさと帰る。あ、一丁やっか。やっ。その程度だったか。いいよ。でっけえ橋だな。なんじゃ。どうじゃ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いつでもいいぜ。かかってこい。その程度だったか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちゃう。ワクワクすんぞ。ほっほっ。やっ、おめえ修行し
し直してきたらどうだ。え？おお。あ。あの。ありがとう。いいえ。よし、頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。おう。こんにちは。よし。よし。こいつは。で化石掘りしてとか言ってたな。やなんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。寄り道してる暇はねえ。急いでご飯を助けに行かねえと。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。すぐに片付けて。Fuck!
よし。こんなもんかな。よっしゃ、釣れた釣れた。さて、いいですよ。あ、ひひひ。ナムんとこに持ってかねえとな。はっよっ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ちっちゃい村だな。
どうです？なんと、ありがとう。あ、じゃあな。では。いや、いつかナムの村に行ってみっか。え？あ。ありがとう。よし。はっ、地図見た方がいいんかな。
よし。どう。ありがとう。サンキュー。ありがとう。ヘヘヘ。ハハハ。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。バッタ！うわっ！うわっ！こっちは！おら！おら！やめてだ！ほっ！ちょっと待って！よっ！よっ！よっ！その程度の力ならただの足でまとめになるそうだ。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様
新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔眼鏡殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。誰がつもりはねえさ。力が。お遊びはこれまでだ。
遊びはこれまでだ。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。もう掴んだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。マカンコウ殺法。